チップに人間の食べ物をあげる前にはネットで検索します。〇〇犬食べるで調べると食べても大丈夫とか危険な食べ物とか出てきます。ブリは大丈夫だったのですが、冷ましている間にネットを見ていたら、鍋でネギと一緒に煮込んだ食べ物はネギエキスが染み込んでいるので気をつけようというのがあったので、念のため食べさせるのをやめました。というわけで、今回は犬が食べてもいい食べ物、ダメな食べ物を過去のショート動画を見ながら紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。1本目は薬を飲ませる動画です。犬用のお菓子に入れるという変わったことをしています。最近はチーズにくるんであげています。チップはお腹が弱いので、お腹がピーピーになったら百草丸を飲ませます。大抵次の日には元に戻りますね。続いて豆腐です。与えすぎは良くないですが、特に問題ない食品のようです。チップは人間の食べ物は何でも好きですね。納豆とチーズも大好きです。チーズは塩分が多いので与えすぎに注意ですね。著作権の都合で音を抜いていますが、ショート動画は曲に合っているのでおすすめです。ぶどうはダメですが、いちごは少しなら OK です。生クリームも少しなら OK です。人間のケーキをくれくれ言ってきて食べさせて、お腹を壊しちゃったという話を聞いたことがあります。食べさせすぎには注意ですね。何かくれ、腹減った。優しい声より芋がいい。およねこブーニャンの歌です。知らない人はぜひショート動画見てください。さつまいもも犬には特に問題なしです。この動画は主食に関するものです。いつもは左側の低脂肪を買ってきているのですが、間違って右側の低脂肪を買ってしまい、食べなくなってしまいました。デリケートですね。この動画も前回と引き続き 35% の低脂肪の餌の件です。1回買ってしまうと1ヶ月以上持つので、全部なくなるまでなかなか大変でした。犬は貝類は消化しにくいそうです。あんまり与えない方が良い食べ物ですね。繰り返しになりますが、果物で与えてはいけないのはブドウです。サクランボは大丈夫ですが、種はダメだそうです。チップさんはなんとサクランボは好きではないようです。すみません、食べ物と全く関係ない動画が一本紛れ込んでいました。ショート動画ではミポリンの曲に乗せていい感じの動画に仕上がっていますので、ぜひ概要欄から見てください。今年のチップさんは夏バテ気味でしたね。
冷やしたチュールを餌にかけるとよく食べるので重宝しました。ご飯の前に毎回お座り、お手、タッチ、待てをしています。ほとんどやらないんですけどね、このやらない感じが好きで何回かショート動画にしてる気がします。次の動画もそうですね。8歳になって体質が変わったのか何なのか、皿から餌を食べなくなりました。この時はお湯でふやかして食べさせていますが、やはりカリカリが食べられるうちはふやかすのをやめようということで、様子を見ているとどうやら皿に餌が当たる音が嫌いだったようです。一旦床に餌を置いて食べたりしていたので、今はキッチンペーパーに載せています。最後は最近の動画です。無性に卵サンドが食べたくなって作りました。チップにもあげようと思っていたので、マヨネーズは控えめにしました。この動画もショート動画では曲がついていますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。どう？おうち。最後にもう一度食べさせてはいけないものリストです。最後までご視聴いただきありがとうございました。